アクセル・シュプリンガーのブロンズ像アクセル、シュプリンガーはドイツのジャーナリストで出版業者である。ドイツの大手メディア企業であるアクセル・シュプリンガー社の創業者、オーナー。シュプリンガーはハンブルクの西部郊外の町アルトナで出版業を営む一家に生まれた。彼は父の出版社、ハンマリッチレッサー・バーラグの見習いから始めドイツ一の通信社 ボルフデン局やベルゲドルファーツアイトゥングでインターンとして働き、1934年に父の出版社に戻り新聞発行などを手掛けた。彼は中役として頭角を表したが、ナチス大政下で新聞紙不足を名目に行われたメディア整理の煽りを受けて新聞を低刊させられ、第二次世界大戦中は細々と出版を続けた。 戦後のイギリス軍による占領下、当局から出版許可を得たシュプリンガーは、ハンブルクにおいて1947年にアクセル・シュプリンガー社を創設する。彼は、ハンブルガー・アーベント・ブラッドなどを発行したが、1952年にはタブロイド紙、ビルトを発行した。ビルトはタブロイドながら、西ドイツの世論に影響を与える大新聞となり、 1980年代には、購読数が500万部に達し、ヨーロッパで一番読まれる新聞となった。1953年には、イギリス占領軍が、ハンブルクで、タイムズをモデルに発行していた、高級紙、ディベルトを買収した。彼は1950年代以降次々と、新聞や雑誌を発刊、買収し、娯楽路線、政治的保守路線を取った。 彼は、自由や、放置や、西側諸国の価値観を擁護し、アメリカ合衆国との同盟維持、ユダヤ人とドイツ人の和解、イスラエルの生存権の支持、市場経済の支持、欧州統合の支持などの論人を張った。シュプリンガーは1985年に、西ベルリンで没した。ハンブルクにあるアクセル・シュプリンガー社社屋アクセル、シュプリンガー社は、今日では、 ドイツ最大の新聞、雑誌、出版コングロマリットとなり、180以上の新聞、雑誌を発行し、1999年現在で、ドイツの新聞、雑誌市場の23.7%を占めている。また、ドイツのみならず中央、東欧などでも出版活動を行っている。シュプリンガーの保守路線に対し、左翼寺見へとの衝突も起こった。 1960年代末、左翼学生運動は、シュプリンガーが、ビルトなどを通じて押し出す、政治的主張に反発して、シュプリンガー社を攻撃対象とした。1968年には、学生運動指導者、ルーディドチケの暗殺未遂事件が起きたが、過激派学生は、事件は、ビルトの、 反学生運動キャンペーンと関連があるとして、シュプリンガー社に対する抗議デモや、社屋封鎖などの直接行動に移り、西ドイツ各地の都市で衝突が起こった。シュプリンガーはこれに反発し、1950年代、60年代の、経済の奇跡に疑問を呈するものをこき下ろしている。さらに、ドイツ赤軍などのグループにより、1972年と1975年には、 シュプリンガー社の施設に対する爆弾テロも起こされた。ハインリヒベルの1974年の小説、カタリーナの失われた名誉は、タブロイド紙の戦場主義と、ドイツ赤軍をめぐるパニック的報道をめぐる小説で、主人公の人生を破滅させる、架空のタブロイド紙は、ビルトがモデルであった。株式上場企業であったが、2019年、投資ファンドの KKR による、 株式公開買い付けを受け入れ、非常上企業となった。ありがとうございます。